はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、とうとうシングルモルト買っちゃいました。余市。値段が1350円。またね、イブなんで買っちゃいました。ついつい。ね。宮城郷だっけ？あっちもあったんですけど。まあ、こっちを買っちゃいました。北海道余市蒸留所。1934年創業。石積直尾蒸留シングルモルト。これがですね、500ml です。で、アルコール度数が 43%。これが日華ウイスキーですね。はい。シングルモルト余市。うん。後ろになんかいろいろ書いてありますよ。炭火、直火、蒸留。熟練の技が求められる、これにより、香り豊かで力強い香味のモルトウイスキーが生まれます。シングルモルトとは、単一蒸留所の原酒だけから作られたモルトウイスキーです。北海道余市蒸留所。霊氷で豊かな自然に恵まれた北海道余市は、ウイスキーの貯蔵熟成に適した理想郷です。香り、果実、香豊かな香り立ち、柔らかな、モルトと甘い熟成、樽熟成の香りが爽やか。ほのかなスモーキーさと、塩の香り、味わいが柔らかでクリーミーな口当たり。フルーツやバニラの甘さと香ばしさが味わいを豊かに。となってます。ね、シングルモルトは初かな。初めて。なので、ちょっと、ね、ドキドキ。ドキドキしながら、ね、ストレートでいただきたいと思います。ちょっと待って。先ほどいろいろ飲んでたから、口直しにちょっと、水を飲むか。口直し、水を。うん、めちゃくちゃ甘い香りがする。よーいちと。ウイスキー。そんじゃ乾杯。こちらですね、よいちは、このただのよいちに加えて、どれだ。まだ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 。10年とかあるんだよ、よいち。よいちの、商品ラインナップ。10年と12年と15年と20年。合わせ、全部で5種類あるみたいです。でね、20年がね、アルコール度数が 52%。高いな。あと、大概高いぞ。大概 45% とかも。すげえ高えな。じゃあ、乾杯。甘い。香りも甘い。甘い。まあ、香りは穏やかです。
で、口当たりもまろやか。だけど、スモーキーさがあるね。うん。ほのかに。うん。でも、シングルモルトって、こう、もっと味違うのかなって思ってたんですが、別にそんなこともなかった。ブラックニック8年みたいな、若干のスモーキーフレーバーが感じられるぐらいですかね。あと別に突筆して、むむということもなく、非常に落ち着いた感じのウイスキーですね。うん。なんだっけ。あれあれ、フロムザバレルみたいに、ドキャーンと来るようなのでもなく、うん。非常に落ち着いた。落ち着いてはいるんだけど、しっかりスモーキーフレーバーがあり。うん。うん。他のものと比べると明らかにスモーキーフレーバーが非常にありますね。うん。まあ、ブラックニッカ8年には負けるけども。うん。うん。やっぱスモーキーフレーバー。うん。これ美味しいですね。うん。美味しいんだけど、ちょっと香りが、いかんせん足りない気も。するはするんですけどね。ちょっと香りが弱いかな。で、これと対をなす。対をなすかどうか知らんけど。まあ、宮城郷が、シングルモルト宮城郷。宮城郷の特徴が、フルーティーさ。うん。らしいです。フルーティー。まあいいや。フルーティーらしいです。うん。こちら宮城郷が10年と12年と15年があるみたいです。他にはね。ちょっと一個少ないですね。まあ、宮城郷っていうと、まあ、仙台のあたりなんで、まあ、ちょっと原発のね、あれが懸念されますが、まあ、俺そこら辺は別に大して気にはしないんで、今度買ってみますけど。若干なんか、何か味がちょっと今まで感じたことない味がこれあるんですよね。なんなんだ。なんか若干特徴的な味がするんですが、
まあ、それが何かちょっと、個人的にわからない。まあでもやっぱりフロムザバレルと比べるとそこまで特徴的なあれはないな。ちょっとフロムザバレルがかなり特徴的すぎたな、あれは。あー、正直、あれっていう感じですね。シングルモルトってやっぱりもうちょっとこの味が全然違うのかなって、シングルモルトだから。もうだからブレンデッドウイスキーと全く違うわけだから。ね。そういうもんなのかなと思ったんですけど、まあ、若干確かになんか気になる香りがあるような気はするんですけど、それぐらいですね。このなんか、口では言い表せないこの香り。これが多分余市の、特徴だとは思うんですが、でも別に他のウイスキーに比べると全然香りもまあちょっと弱いかな。甘さは甘いんだけどね。甘い。香りも甘いは甘い。うん。口当たりもまろやか。うん。ただ口に入れた後に鼻に上ってくるそのアルコール的な意味でこうブワーッと上がってくる感覚もない。うん。そういう意味では飲みやすいんだけど、でもやっぱりアルコール度数が 43%、 若干高い、でね、ちょっと気になるのがこの、なんか、何かこの、なんだろうな、なんか、あまり好きじゃないこの味がしてくるんですよね。この、というかな。あんまりこれ好きじゃないな。味的になんかスコッチに似てるような味わい。香りもちょっとなんかスコッチを匂わせるこの香り。
そして1350円という値段を考えると、コクはあると思うんだけどな。甘みもある。香りは、まあ普通。かなぁ。こんなもんだな。はい。コクと甘みは四つ星。うん。特に際立つのは甘みかな。うん。香りも甘いし。うん。で、香りが三つ星。うん。何かおかしな香りがするのは間違いない。のにくら、アンド、ちょっとスコッチに似た香りもする。おすすめ度が三つ星。まあ、この味でこの値段だったら、これは俺は買うことはないでしょう。うん。今後はね。買うことはないです。ちょっとこれは、確かにスモーキーフレーバーがあって甘い香りがして甘い味がするのはそうなんだけど、なんかおかしいんだよな。何かおかしい。何か変な香りがする。まあ、それが特徴なんでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。